で、ちょっと僕が一番気になってたのは、はい、なんかこのコメントでもね、ちょこちょこあったんですけど、はい、我々 K ラッシュステージの大先輩、アモーレ橋本さんとの、はい、確執がある。さっきのなんかコメントで宿敵みたいな、皆さんはもしかしたらちょっと知ってるのかもしれないですけど、苦手みたいに言ってた。違う違う、言ってない全然そのすごいリアルなとこじゃん。全然言ってないそのえ、それもこの、あの前回言ってたんですか。そうですそうです。あ、じゃあ覚えてますか、内容は。ざっくりぐらいは。ざっくりかな、男のこと覚えろバえ、それは話してないんですか。話してないですよ、その話した方がいいですか。じゃちょっと改めてミシクさんからお願いしてもいいですか。なんか、あの昔に2年ぐらい、あの芸人さんの、若手芸人さんのネタを見て面白いか面白くないか女の子をジャッジするっていう番組に出てたんですけど、その時に橋本さんがちょこちょこ出てきてて、はい、でその事件が起きたの日は、あのモノマネジャパンっていう、はいはいはい、サッカーの選手のモノマネ3人で出てきて、はい、それに私がコメントしなきゃいけなくて、あの番的に、はい、で分かってたので、ちょっと似てるけど面白くはないですよねっていうことを言ったんですよ。はいはい、でもそれは、まあ、あの求められてる演出上しょうがなく言ったんですけど、まあ、毒舌コメントで、そうそうです、はいはい、まあ、その褒めたところでね、しょうがないですからね。そういう毒舌を求められるポジションに行ってしまったんで、はい、私は、うん、で終わってすぐすいませんでしたって謝りに行って、はい、まあ、大体毎回芸人さん、ああ大丈夫ですよっていじってくれてありがとうございましたとか、美味しくなりましたみたいな感じで丸く収まるんですけど、はい、うん、橋本さんにも謝り行って、ああ大丈夫ですよって言ってくださって、はい、ああよかったと思って。順調じゃないですか。そうで、家帰ってツイッター見たらフォロー外されてたっていう。マサオ、あれみたいな、マサオ、マサオって言う、アモーレさんって言う、マサオ、マサオ、マサオ悪い。ちょっとびっくりした。なんか、それ未熟の何も悪くないです。番組上やったし、ちゃんとその後のケアもしてるのに、フォロー外した、うん、アモーレマサオさんが悪いってことですよね。アモーレ橋本さんね。橋本マサオさんね、本名ね。で、やばいと思って、本気で怒らせちゃったのかなと思って。いやそうそうそう、ただそのコメントで来てますけど、本当かわかんないですけど、うん、あの橋本さんがぶっ殺すって言ってマサオ、マサオ、わかんないですけどね、本当かどうかは。30超えたらそんなこと言っちゃいけないの分かるでしょ。なんでお母さんやってんだ。トム・ブラウンさんぐらい先輩なんだから。確かにそう、確かにそうだけど、びっくりするぐらいですよ、2期生とかでしょ、あなたはダメの、歴史の人じゃないもん、そんな、そんぐらいのね、そう、でも確かにもうこうなったら、せっかくね、こういう番組なんですから、何度の機会に、アモリさん確か、毎週火曜日かなんかにやってますよね、番組、うん、サチさんと、うん、やだやだ、もうやだよ、いいよ、殴り込み行った方がいいですって、いいですよ、初めにミシクさんの質問来てるんですけど、はい、で、ミシクさんは、あの長友、背だけじゃなく人間もちっちゃいなって思ったの？思ったんですか？ね？正直、はい、すげえちっちゃいって思った。ナナ戦争です。ナナ皆さん、戦争です。ナナダメですよ。明日だそうです。え、橋本さんの番組、明日だそうです。明日です。みんな、絶対言っちゃダメだよ。